話来てくれて、いろいろあったけど、いろんなことが、君にありがとうございます。やっほー、おつにじありがとうございます。皆さん今日も思いを届けありがとう。モザイクコメントが上に飛んじゃった。ツインカワイありがとう。今日は X 載せましたよ。今日は高めツイン、一番最初がここら辺からの低めツインで、今回が高めです。髪の毛は花奈がやってくれました。制服着ました。ありがとう。コメントしてありがとう。コメントしてくれてありがとうございます。嬉しい、ありがとう。初めてじゃない？マシュマロありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。来てくれた方もありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございます。みんなもう会場入れないのかな。ありがとうギフトありがとうございます。こんばんにじ、マシュマロありがとうございます。ハートありがとうございます。星ありがとうございます。どうでしたっけ今日は。ハートありがとう、星ありがとうございます。3つのハートありがとう。ツインテールめっちゃ怖かった、ありがとうございます。神です、ハートありがとう。マシュマロありがとうございます。おつにじ、あくまありがとう。かわいくもありがとうございます。こんばんは。ちょっと低め、まあ今練習してたので、この髪型で、しかもこの髪型で練習して、この髪型で帰ってきたからめっちゃ恥ずかった。この髪型で帰ってくるのが。ありがとうギフトありがとうございます。え、よかった、友達嬉しい。ハートありがとうございます。え、セーラー服を着てやろうか着ないでやろうか迷って、着ればよかったかな、やっぱ着た方がよかったかな、悩んだんですよ。星ありがとう、一番可愛いありがとう。おつにじ、星ありがとう。可愛いゲストありがとうございます。マシュマロもありがとうございます。今日は恋人つなぎもしたり、いろんなつなぎ方もしました。決まってないけど、来ますように、当たりますように。星ありがとうございます。くもありがとう、めちゃくちゃ楽しかった、ありがとうね。ありがとうございます。こちらこそめっちゃ楽しかった。レインボースターありがとうございます。星ありがとうございます。カラフルダルもありがとうございます。毎回工夫してくれて、いやこちらこそ、あの話す内容を考えてきてくれたり、うちはもうありがとうございます。可愛いゲストありがとうございます。グッドありがとう。ハートありがとうございます。2日間でトーク会はちょっと慣れましたけどね、結構多分髪型似合ってるよ、おーちゃんみたい。本当に嬉しい、おかさん結構多かったですよ。あの違う、シラーク最高に良かった、ありがとうございます。グッドありがとう。バラありがとう、星ありがとうございます。たくさん初めましてできて嬉しかったね。え、でもうちすごくない、ちゃんとすごくすごいですね。星ありがとう。マシュマロハートありがとうございます。制服に龍、そう、なんか龍が如くが好きな方がいて、え、龍が如くじゃんみたいな話をしました。クリアできないんだよっていう。結婚してありがとうございます。まあ制服はあの絶対に着れないともったいないから、あるなら絶対に着ます。配信でもたくさん可愛いです。ありがとうございます。幕張でココミンデビューするよ、ありがとうございます。待ってます。朝一だけでしたけど名前呼ばれて嬉しかったね。呼びました、わかりますよちゃんと。結婚してありがとう。ハートありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。
ツインテールです。ハートありがとうございます。ね、感動ありがとうございます。マシュマロハートありがとうございます。可愛すぎでしょ、ありがとう。マシュマロありがとうございます。私は勝ち組。え、なん髪型ね、悩む。幕張の時のマシュマロありがとうございます。 JK です。ハートありがとう。あ、ココハもポスト出してくれました。森岡がとかのセリフ思い出してた。ハートありがとうございます。また見せます、もちろん絶対に。可愛いギフトありがとうございます。こんばんは。いいねギフトありがとうございます。清楚だった今日本当に。ハートありがとうございます。たくさん本当に反則かな、本当に。でもマズさんも今日はツインテールでした。しかもなんかお揃いみたいな感じのピンクのセーラー服でびっくりした。どんな髪型でも可愛い。ありがとう。ハートありがとうございます。マシュマロもそう、アンズさんとの写真を載せたのでぜひ見てください。たまにしかサイリウム振ってない人を認知してるの。いや、あのね、あの最善にいたりすることがめっちゃあったじゃん、 B 列とか C 列とかに。だからもうね、視線に入りました。すごくありがとう。クマ、水色のクマありがとうございます。なんか最初はこれをね、こうやって3部ね、髪型をなんかなんていうの、こういうなんていうんだろうね、くるくるお団子できない、お団子にしようとしたんだけどカチューシャにしました。星ありがとうございます。ラビュー、たまたまですよ本当に。お揃いじゃないんですよ、たまたまです。コーマありがとう。ハートありがとうございます。ありがとう。さらにファン増える、嬉しい。今日は心あの勇気をも振り絞って写真を撮りましたね。誰もありがとうございます。青は緑、レインボースターありがとうございます。星またお邪魔しますね。ありがとうございます。また来てくださいぜひ。昨日のカチューシャも可愛かった、ありがとう。ツインテールバリカワエ、ありがとうやん、ありがとうやん、ありがとうやん。 X の写真ぜひ見てください。コメントも待ってます。髪型そっちで固定してほしかった。まあね、研究生はおろしがね、今は結構おろしが多いので。ハートありがとうございます。ツインテは、まあ、最初は恥ずかった、出てく時がめっちゃ緊張したけど、うん、ありがとうございます。そのアンズさんとのレポを見ましたよ。ハートありがとうございます。そう、手振りました、帰りに。悲しいって思いながら長野に向かって帰ってます。気をつけて、あ、本当に気をつけて。え、本当にアンズさん、ハートありがとうございます。にじにじありがとう。かわいい、ありがとうございます。噂によると大好きな猫耳、大好きな猫耳だったか。そうですよ、猫耳でしたでしたね。ありがとう、かわいいゲスト、バラ花束ありがとうございます。めちゃくちゃ小さかった、本当に。それ顔ちっちゃいかな、うち。どう思う、みんな会った方。今日は本当に面白かったです。昨日も楽しかったし、今日はあの昨日来てくれた方も来てくれたりしてて、え、昨日ぶりじゃんみたいな感じで話せて楽しかったです。今日来てくれた方も昨日来てくれた方もありがとうございます。トータありがとう。いいね、マクド、いいね、ありがとうございます。ギフト、ハートありがとうございますね。ツインテールのココミを見るっていう夢が叶ったね、ありがとう、来てくれて。にじにじありがとうございます。星ありがとうございます。史上最強に可愛い、ありがとう。ぜひコメントもしてみてください、見てるので。ゆっくり囲み、ぜひゆっくりと。連れなんだ、
さんさんとのツーショットやっぱ緊張します。はじめまして、おすにじはマックとロッテリアの制服マック。ハートありがとう。ボブ好きかと思ってたけどツイン好きだと今気づいた。嬉しい、ありがとうございます。ツーショット待ってます。小さいって思ったら本当に。ココミン可愛すぎて倒れそうになりました。昨日は大人っぽかったけど今日は可愛すぎて、あ、そう今日はね結構変えました。顔は小さい本当に。マシュマロありがとう。おつにじマシュマロたくさんありがとうございます。たくさんのファンの方覚えれた、覚えましたよ。確認ができました。なんかショールームのアバターはこれで名前は○○さんみたいなもうできたし嬉しかった。星ありがとうございます。可愛いは正義だよ。ハートありがとうございます。直接話すとここみちゃんの魅力がさらに伝わる。ありがとうございます。嬉しい。え、マジでね、いい思い出ができました、昨日と今日で。ハートありがとうございます。面白かったよね、本当に面白くて、なんか本当に面白かった、笑ったしね。めっちゃ良き2日間だったんだろうな。いいね、ね、来てください本当に楽しみです。来れる時に、会える時が本当に楽しみです。本当にメールの返信もしてくれてるし楽しみです。ハートありがとうございます。ありがとうギフトありがとうございます。めっちゃ良き2日間ん緊張したけどなんとか話せてよかった。ありがとうございます。本当に緊張してます、うちも。なのでお互い緊張しながら話しましたね。楽しかったです。もうツインのモバメ、いや夜も送ります。多分明日の朝も送るかも。末永さんの妹さん、マシュマロありがとうございます。今日名乗るの忘れた、いや覚えてるよ。もうめっちゃ褒めてくれたよね。もうこのココミンは世界に行けるみたいな、このココミンは世界発信できるみたいな。ありがとうございます。いい生ラビもちょっといっぱい食べました。食べたよ。目力強いし言葉がうまく出てこなかった、ありがとうございます。目力強い、うち話してみてどうだった。星ありがとうございます。思い出がいっぱい増えます。本当ありがとうございます。3つのハートありがとう。すぐに、え、ありがとう。ありがとうございます。マシュマロありがとうございます。こんばんは世界の国民。緊張したからあまり話せなかった、いや全然、ありがとうございます。来てくれて嬉しかったです。来てくれてありがとうございます。レインボースターありがとうございます。いけなかった分メールの写メ顔面してください。本当にたくさん送るので、明日はブログです。マシュマロありがとう。今日のにじにちゃん可愛すぎました、ありがとうございます。ここみよしありがとう、ボンボン撮りました、ありがとうございます。本当に嬉しいです。可愛い、ありがとうございます。誠実だからありがとう。ぜひ幕張も5月もぜひ会いに来てください。5月来週は、今日は来週の幕張は会いに行きます。待ってます。ありがとうございます。今日は朝からクロセーラー服着用してめっちゃ笑ったよね。なんかさ、3回目ぐらいまでずっとつぼってたよね、2人で。うん。今日はね、結構いろんなこと話せました、みんなと。姉妹みたいだった。ありがとうございます。クマありがとう。こんばんは。幕張もよろしくお願いします、本当に。何の髪型しよう。破壊力高いね。来週土曜日行きます。待ってます。ありがとうございます。待っててください。あんなちゃんのことお姉ちゃん。ね、本当にお姉さんぐらいな優しさすぎて、今日もいろんなことを話したんですけど、なんか優しすぎて泣きそうになるくらい優しかったですよ。そう。
マシュマロありがとう。ここ見ましありがとうございます。楽しかったです。ポニーテールいいね。え、髪型も本当にたまたまです。なんかしたいなって思ってツインテールにしました。やっぱり定番のツイン。来週はあれですよ、ブレザーです。ここ見ましょう。急にありがとう、コメントしてくれて。絶対嫌だって言ってたけど、ケータリングは食べましたよ。おつにじ、今日一日はトーク握手会ありがとう。こちらこそありがとうございます。スキー行きましょう。スキー、こんばんは。あんさんの話をするここみ本当に楽しそうだって。本当になんか結構言われて、なんかあんずさんとのココミンの写真、ココミンオタクの顔してんじゃんみたいな、盛り上がりました。お疲れ様です。めっちゃ伝わるツインありがとう。ブレザーはあんまり、ブレザーはあんまり、ブレザーはあんまり。応援してます、頑張ってね、ありがとうございます。こんばんは。制服可愛すぎて気絶レベル、ありがとう。昨日ね、制服着ればよかったって思って、心の底から可愛いって思ってしまった。え、本当に嬉しい。たくさん来てくれたもんね、ありがとうございます。トーク会も、あ、コメントが、ファイトありがとうございます。ケータリングいろんなものがありました。中華もあった気がする。ね、話せたよね。本当にニュアンス同士で話せて、ノーネームココミめっちゃ良かった。あれは多分あのアンズさんに見せるために作ったと思うんだけど、うちが勝手に喜んじゃってありがとうございます。ありがとう。ニャンズ同士頑張りましょう。イワニャン、こんばんは。ルーズソックスです。ルーズソックスを履きますそう、なんかルーズソックスでも今日盛り上がった気がする。なんか楽しかったです本当に。え、いけないんだ、悲しい。まあ、写真はねたくさん送るので。結構ブレザー推し、ありがとう。皆さん、あーの初めてだからどんな会話しましたか、ぜひどんな会話したかコメント欄に書いてください。みんなコメント欄に、え、ココミに見せるために作ったの、ありがとう。そんなノーネームココミありがとう。めっちゃよかった、あれ最高です。マシュマロありがとうございます。今日のセーラー服とツインと猫耳すべて可愛かったです、ありがとうございます。たくさん来てくれて楽しかった。おつにじありがとうございます。マシュマロありがとう。緊張してありがとう。来てね、ありがとう。コミの話しても鉄格子もらなくなったけど、イワニャの、え、本当に、え、嬉しいけど喜んでいいことなのかわからない、ちょっとえ、でもなんか本当に良かったです。コミが可愛すぎて何話したかもう記憶が、イワニジの話をしましたね。イワニャンのなんで湯は強めかっていう話したこと、ココミちゃんの香水はディオール、え、話したね、話したね。本当はディオールじゃなくて、なんかあれ、 なんだっけ、違うのを使ってたんですよ。なんか気分で買えます、その時の。でも大体公園とかはディオールです。お疲れ様です。列めっちゃ並んでて、まあ、3部は本当にたくさんの方が終わりの挨拶をしようって思って来てくれて、次回は新作のココミングッズ持っていきます、ありがとう。本当にうちはもう可愛かったもん。まだ語りきれない、語ろうね、たくさん。はた、ありがとうございます。たくさんコメントが、岩日の話ねしようね、次は絶対に来る、来るかな。おつにじ、え、え、あ、よかった、ココミンになってた、
よかった。ちょっと一瞬イワニャンが見えた気がしたけど、なんか多分バグってえ、なんか一瞬バグってたけど、よかった、ありがとうね、ありがとうございます。持ってるの？ディオールグッズ券も完売、え、そうなの？ありがとうございます。皆さん買ってくださって、なんかココミンの出るまで引いて、なんか8回目9回目ぐらいで出たって方もいてくれて、ありがとうございます。全然話足りないよね、話足りないよ。東海でおかしなゲーム、え、ね、それな、ほんとそれな、とかいろいろ話した。ココミンおしゃれ、ありがとう。全然おしゃれじゃないよ。でもおそろだね、おそろです、おそろ。24日楽しみね、誕生日も応援します、お祝いお祝いします。うん、来週も話すことをね、考えても忘れちゃうと思うけど、考えとくと話が弾みます。ツインテールめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日も研究生トレイク完売してた。そうなんだ、やっぱみんな欲しいよね。え、昇格発表あったの？でも19期生が発表されたらしくて、見ましたね。17期生が昇格したんだ。マシュマロありがとうございます。こんばんは、音波ありがとう。ヘアミストも持ってますけど、ママが使ってます。花粉症なのかな。可愛くてかなり戸惑いました。本当に？全然全然ですよ。ありがとうございます。ココミ推し、こんばんは。おつにじ、ココミンはどのチームに昇格したいですが、ココミンはほんとにどこでもしたいですね。できるなら頑張ります。ありがとう、レイに連れてくね、ありがとうございます。今日っていうか昨日と今日でニャンズの方がすごく来てくれて嬉しかったです。ありがとうございます。マシュマロありがとうございます。すごいいろいろ考えてるいろいろ考えてるの、顔と名前を一致するために考えてます。そうですね、本当にツインって似合う君でありがとう。マシュマロありがとうございます。どこ行っても大丈夫。赤からってわからない、どういうもの。えー、やだね、ちょっと言わないときます。でも本当にどこでもよくて、収穫先は本当にどこのチームも入って盛り上げたいし。本当ありがとうございます。直前になって忘れちゃった。本当にね、みんなそういう感じでした。今日も緊張してる方がたくさんいて、何言うか忘れちゃった、どうしようってなってて、うちも緊張してたので、うん、どこでもしたいですよ。本当に本当にね、どこでも入ったチームを盛り上げたいですね。とても可愛いゲストありがとうございます。マシュマロありがとうございます。こんばんは、最強にゃん。なるほど、名古屋名物ね。味噌の話しましたよ今日。誰、この方としました、味噌の話を。名古屋味噌は甘いっていう話をして、ハートありがとう
ハツアンダーがどのチームか予想してます。緊張しててごめんない。ごめんない。いいよ全然。ありがとうマシュマロ、ありがとうね。ハートありがとうございます。幕張は行ったことがないです。ハロー。素敵な回答です。おつにじ初見さん、おつにじ、ハートありがとう、雨ありがとうございます。今日めっちゃ楽しかった、ありがとうございます。来てくれて、うちも楽しかったです。備えてるからね、ココミは。そう言ってくれたよね。インスピレーションが似合いそうって、ありがとうございます。大丈夫、ココミも性格がいいからね。ありがとうマシュマロ、ありがとうございます。昨日は結構緊張してましたね、すごくすごくです、すごく。でも今日は本当に結構緊張もノリノリでいきました。ツイン可愛すぎ、ありがとう。話すこと考えずに行って、顔見たら話すことが出てくる感じ。そうだったよ、なんかあーって感じで始めてたから、あーそういえばさって感じだったから伝わりました。で認知されてたから嬉しかったよ。こちらこそ覚えてます、ありがとうございます。ツインテールや車運転しながら配信聞いております、ありがとう。おしゃれ、あれおしゃれでした今日、ありがとうございます。ブで髪型変えた、ありがとうギフト、ありがとうございます。自分もあったら用意したこの全部多分、そうだねそうだね、多分明日からまた寒くなるみたい。やだ、もう寒くなるのさいらなくない？なんか多くない？あったかくなって寒くなってみたいなやつが。え、お楽しみです、本当に。ごめん、何言うか忘れたって思わず。え、全然大丈夫だよ、全然大丈夫。今日もありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとう。地元トークできるメンバー入ってくれて嬉しい、こちらこそありがとうございます。ハートありがとう、ココミン今日も素敵な笑顔だった、ありがとう。元気です、本当ありがとうございます。40分ありがとう。握手会の特会は手が握れないから調子くる。え、そう、なんか手の行き場に困っちゃって、なんかずっとこういうことやったり、なんかこうやってやったりとか、なんかこうやってやったりとかしてた。寒いよね、喋りすぎてチャラい人に思われるのも微妙。全然だよ、もう話してくる、たくさん話してくれてもいいしね、どんどんゆっくりね会話を弾めていくのも楽しいので。ハートありがとう、雨ありがとうございます。ココミン近い、可愛い、何言おうとしたっけ、時間がないってなんで、なんか回収でした。でもよかった、ちゃんと顔も見れたしよかった、ありがとうね来てくれて。気温差が激しいのが嫌です、やばい、本当に買い物行ってくるね、行ってらっしゃい、本当に本当に。トーク会は全身を見せてもらいますよ、見せてくれます。うちは小水つなげて体温を感じすぎました、手が冷たいんだよ、多分手が冷たかったもんだって。その話したよね、なんか手冷たいみたいな、ココミンの手があったかすぎるっていう。え、今日は恋人つなぎしたんですよ。なんかいろんなつなぎ方をしました、普通にこういう握手の方もいたし、片手の方もいたし、恋人つなぎもしました。おつにじ、おつにじ、体調には気をつけます、冷たい人なんで。冷たかったよ、すごい。猫びつつなぎでした。来週また寒くなるみたいので気をつけてね、ありがとうございます。皆さんも気をつけて。おつにじ、あったかいよ。ツインってめちゃめちゃ可愛いな、でもあなたはサイドポニーだよね、わかる。
ドキドキでした、ありがとう。手の温かい人は心も温かいです。え、今日このポーズをさ、うちが作ったって言ったら褒めてくれた方がいました、ありがとうございます。うん、大丈夫、帰りにスマホを忘れてしまったと。やばいね、やばいね。あんずさんの1、2部の事件もあって怖いね。星ありがとう。全身はトーク会でも見せるし握手会でも見せれます。でも握手会だと手をつないでるのであんまり後ろに下がれなくて。ヤバトンいいね、マシュマロありがとうございます。握手方法はココミが出しちゃってね、ありがとうね。合わせてくれてる方もいたりとか、この手のつなぎ方がいいっていうのを思ってる方もいて、たくさんのつなぎ方ができて楽しかったです。恋人つなぎね、できるよ。恋人つなぎを話すことと確かに確かにそうかも。音波ありがとう、マシュマロありがとうございます。星ありがとう。握手どうするって聞いた時のコミンが可愛かった。ありがとう。星ありがとう。ありがとう、これね。お疲れです。マシュマロありがとうございます、たくさん。メンバーの手の出し方でどう出すか決め、みたい。だよね。そういう感じだよね。恋人つなぎなんてドキドキしてしまうね。わかる。なんか一人の方がココミン昨日ショールん？ココミン恋人つなぎはって言ってくれて恋人つなぎしました。おつにじ。ヤバトンはお弁当ならあります。こんばんは、アミありがとうございます。ね、緊張増すよね。でもなんかトーク会とか握手会終わった後になんか同期で〇〇って方来たとか〇〇さんが本当に優しすぎてやばいとか話しました。さっき同期といたんですけど、なんかこういう方がいたんだけどこの人が面白すぎてやばいんだよねみたいな。なんか名前を思い出したいのに名前を名乗ってくれなかったからわかんないとか話しました。ハートありがとうございます。夜ご飯はまだです。ハートありがとう。次のココミンの握手券買い増しする、ありがとう、嬉しい。ファンの話の交換しましたよ。あのもうナウでもしました。1部とかが終わった後も2部が終わった後にもしました。なんか視線を感じるっていうか、誰あのレーンに自分のレーンに人がいなくなった時にちょっと周り見たりするじゃん。そしたらえさっきうちのところに来てくれた方が来てくれた方がいて、ええっていうかな、別に全然めちゃくちゃ言っていいの、本当にめっちゃ言っていいのね。そうでもなんか話した内容を聞いたりすると面白くて、同期からあの人と何話したみたいなことを聞くと、えこういう話したよみたいな、ええみたいな感じで面白かった。チケットホルダーの首に下げるやつも面白かった。なんかそれをそれが面白くて、そう交換会が面白いです。情報の今度赤から行ってみて、めっちゃ美味しい、ありがとう。食べ物好きなので、え納期で話題になるとか気をつけないとって話したんだけどさ、話だよ。なんかココミン帽子の人誰だっけみたいな話してて、え〇〇さんだよって言ったら、えこの人が〇〇さんなのみたいな感じで、本当ありがとうございます。誰もありがとう、買い増しました、ありがとうございます。帰宅しました、お疲れ様です、ありがとうございます、来てくれて。
それは良くないですね。そう見ちゃったの。なんかパッなんか本当に普通に前向いてたのに、その人のシルエット、わからない、シルエットっていうの、髪型とか雰囲気で目に入って、見てないのにね、そっちを。そう、その人のシルエットで気づいて面白かった。でも見ないふりをしました。そっちにいることを見ないふりをしました。なんか一瞬パッて見て、あ、いるって感じですぐ目そらしたけど、ありがとう。いや全然ね、行っていいよ全然、みんないろんな人のところに。昨日もいろんな例回ってすいません、あいさつまり。なんかマキコさんの話もしたよね、危ないよね。ありがとうございます。え、結構ね面白かった。結構見てますよ、面白いよ本当に。ハートありがとう、雨たくさんありがとうございます。いや、うちは悲しいので見ないふりをします。真面目に応援します、ありがとう。いや、うちは悲しいので本当に、だからって感じでそらします、すぐ。心は睨んでます。マシュマロありがとうね。みこさん可愛かった、ゆわにゃんゆわにゃんゆわにゃんね、みこさん可愛かった、可愛かったよね。マシュマロありがとうございます。心は怖いです、悲しみからの、悲しみからですね。心はおこにじ、別なレーンからココミンに来る人もいるかもね。それは嬉しいね。だからそれが嬉しいから別にいいの本当に。うん、あ、確かに。マシュマロありがとう。イニシニシニャーニーってことはユアニャーに伝わってるよ、とても。うちが話したマシュマロありがとうございます。うちが話したっていうか、ユアニャーと話した、今日まるまるさん来るねみたいな。そう、ユア認知してるのにって言ってたよ。2日間のにじちゃん見て追加する人絶対いるよね。そうかな、いてくれたら嬉しいです。ココミンシカありがとう。おつにじおにみん、でもありがとうございます、来てくれて。なんかあったもんね、なんか DD かもしれないみたいな話をしてたよね。全然ありがとうございます。なんだかんだ他のところに行ってもココミンしか見てないって言われてました。え、本当にありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう嬉しい。え、結構みんなするよ、同期で。ココミンしかね、ありがとう本当に、伝わった伝わった気がする、ココミンしかっていうのが。次回わかります、ありがとうございます、ありがとうね、たくさん現地でココミン可愛かった、ありがとう嬉しい。 TT で本当にごめんなさい、全然ココミン可愛かったって話結構聞きました。本当に僕はまだ1回です。え、全然楽しいじゃなくても嬉しいもん、本当に嬉しいです。今ココミンしか見てません、ありがとう、星ありがとうございます。みこさん着るよ、ハートありがとう。前髪は今日みんなにちょっと調子悪いねって言われました。
星ありがとうございます、レインボースターありがとう、たくさん自分は DK 大好き、ココミン、ココミンさん一途ハートありがとうございます、マシュマロありがとう、24日よろしくね、待ってる、誕生日もアイメイク今日成功してる、ハートありがとう、カツラじゃないです、カツラかも、本当に前髪で印象変わんない、これとこれだと、おつにじツインテールかわいすぎでした、ありがとう、お手柔らかに待ってます、ありがとう、 SK48 ここみんだけを推しなんで、え、そう、まあ、結構なんか12期で話してた、あの人はここみん推しでしょみたいな、だから結構ここみん推しっていうのが伝わってます、ハートありがとう、みんな可愛く見えるわかるよ、それはうちもそう、今日もするか、コメント読んだよ、コメント読んでるよ、めっちゃ読んでるよ、毎日来るたびに、マシュマロありがとうございます、幕張の日曜日の髪型はえ、ね、どうする、ツインテールがいいかな、そのツインは高めです、え、取れなかった、もう2着目の時はもう帰る準備をしてたので、本当に今日隣だったんですよ、隣っていうかその席が違う、椅子机は違うんですけど、机が違う方の隣に座ってて、そのアンさんが言うことが分かって、なんか制服も違うってことは分かってたんですよ、やばい制服変わったって思って、見たい気持ちを抑えながら横目でって見てたけど、そうなんか本当にグイグイいけなくて、なんかアンさん制服変えましたね、可愛いですとか言いたいんだけど、なんかそれすらも言えないくらいもう横目でって見てたくらいだから、本当に話せない人、ごまちゃんに岩に上司ありがとう、嬉しい、覚えてんだね、ココハも、うちがたくさん話してるからよかった、伝わってていいね、世界ツインテール似合う人としてギネスに認定してありがとう、それはね嬉しい、オーガさんはねツインテールなので、ザアンさん可愛い、本当になんか目の圧力がすごい、目って感じ、目って感じじゃない、アンさんを近くで見た方にあの目って感じじゃない、本当に顔の半分が、マシュマロありがとうございます、こんばんは、でも本当になんか中3と高3と難しいので、でも本当にお互いあの卒業おめでとうっていう話もしたし、ゆうねさんとも卒業おめでとうって話しました、めでもんさんは本当に優しくて、なんか本当に相談とか乗るし、この前もめっちゃ頑張ってたから、分かんないところあったらたくさん聞いてねって言ってくれたし、めはにじにじ、いやなんよそれは、うちは目がこのぐらいにしか見えない、目の印象が、顔の、え、見てこの髪の毛、この髪の毛短いんですよ、なんか最悪じゃない、読みます、誕生を、はい、さくらさんかわいい、さくらさんときょうかさんも政治家ったげにかわいすぎるって言ってくれました、ありがとう、顔が圧倒的に13位、背泳ぎしてる方ありがとうございます、背泳ぎの方、12位はアンツさんのリラックマの方ありがとうございます、11位はルカさんのピングのクマの方ありがとうございます、10位は土偶の方ありがとうございます、9位は
クマのハートを抱いた方、ありがとうございます。8位はポチャッコの方、ありがとうございます。7位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。8位は、6位はにじにじの太陽の方、ありがとうございます。5位は猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。4位はアンズさんの上りを持った男の子の方、ありがとうございます。3位は タピオカの方、ありがとうね。タピオカかわからないけどありがとう。2位はシナモンの方、ありがとうございます。ありがとう今日本当にたくさん。1位は歌舞伎の方、ありがとうございます。いいことが起きますように、ありがとう。1位の方、今日え男女変わった、読みます。13位、警察官の方、ありがとうございます。ありがとうございます、来てくれて。男女もありがとう。ありがとう。アイコンは今日のココミン。ありがなすおつにじ初見さん、ありがとう。ありがとう本当に。楽しかった。お休みメール待っててね。お休みメールこれツインテール送る。ありがとうコメントしてくれてたくさん。お休み、またね。お疲れ様、ありがとう。こちらこそ。ココミンしか見えない。本当に本当ですか、ありがとう。明日から寂しいね。でも乗り越えて頑張りましょう。ありがとうたくさん本当に。